棚橋康文君から関連質疑の申し出があります。茂木君の持ち時間の範囲内でこれを許します。棚橋康文君。田中君。自由民主党の棚橋康文です。まず総理にご質問いたします。何度聞いてもわからないんですが、なぜカンヌでは 10% に消費税を引き上げるとおっしゃって、国民にはその話をいまだにきちんと明確にご説明にならないでしょうか。お願いいたします、ご答弁を。野田佳彦内閣総理大臣。社会保障と税の一体改革を決めた後から 10% に引き上げるという話は随時お話をしてきているつもりでございますし、私の、いわゆる代表選挙の時にもそのお話はしました。先の臨時国会における所信表明演説でも申し上げました。ご質問にもお答えしてまいりました。記者会見でもお答えしてまいりました。カンヌで初めて言った話では決してございません。委員長。田中君。先の臨時国会における所信といいますと、確か9月の13日だったと思いますが、総理から先日そのような答弁があったので、私、所信を何度も読み直したんですが、どこにも 10% という言葉は出てこないんです。総理のご所信の中で、ここが私が、野田総理が言っている消費税 10% 引き上げだというところを、ちょっとご答弁、ご所信の中でお示しいただけますか。野田内閣総理大臣。所信表明演説では、本年6月に政府与党の社会保障税一体改革成案が熟議の末にまとめられました。これを土台として、真摯に与野党での協議を積み重ね、次期通常国会への関連法案の提出を目指します。与野党が胸襟を開いて話し合い、法案成立に向け、合意形成できるよう、社会保障税一体化に関する政策協議に各党会派の皆様にご参加いただきますよう心よりお願いを申し上げますということで、税一体化に触れておりますが、 10% について数字を上げてないという指摘ならばそうでありますが、中身はそういうことでございます。委員長。田中君。それで普通の国民は理解できますでしょうか。ちなみに先般のカンヌでの総理日本の関連部分を読みしますと、中略いたしますが、消費税率を 10% まで引き上げることなどの所要の法律案を2011年度内に提出することをコミットすると。これと今おっしゃったことと同じことだと普通の国民が理解すると総理はお考えですか。野田内閣総理大臣。所信表明演説では具体的数字入れていませんが、中身は今申し上げた11年度までに法案提出して、2010年代半ばまでに 10% まで段階的に引き上げということであって、それは別にごまかしでも何でもなくて、質疑でも記者会見でもそういうお答えはしています。委員長。田中君。まず私はまだごまかしという言葉は使っておりません。総理の方からお使いになるのはあまり良くないんではないかと、ご自身の思いにあるのかもしれませんが、そこはご注意をいただければと思います。で、私の質問は、10% と引き上げることをいつ国民に説明したんですかと質問したところ、総理は何度もおっしゃっていると。で、例えば9月の13日の最初の所信でおっしゃっていると。ところが今お読みになった部分で 10% という言葉ありますでしょうか。総理が国内向けにおっしゃっていることとカンヌでおっしゃったことが、これは同じように3月末までに 10% まで引き上げる法案を出すというふうに理解しろと総理はおっしゃるわけですか。野田内閣総理大臣。まさに中身は一致しているわけですから、ご理解をいただけるようにこれからも折につけご説明してまいりたいというふうに思います。委員長。田中君。
まずほとんどの国民は 10% に引き上げるなんて話はまさにやぶからぼう、寝耳に水だと思いますよ。そこでそこまでおっしゃるならば静かにしてください。そこまでおっしゃるならば総理、国民の皆様方にきちんと説明するお気持ちがあるんですね。早々に記者会見を開いてこのような理由で消費税を 10% に上げさせていただきたい、ご理解をという話をされるのが税を上げる権力者である総理大臣としての最低限のアカウンタビリティではないでしょうか。いかがでしょう。記者会見をするつもりはございますか。野田内閣総理大臣。6月に税と社会保障の検討会議でこの成案をまとめて以来、中身についてはご説明をしてきたつもりでございますし、財務大臣として記者会見でそういう説明もしてきてまいりました。改めてこれを記者会見をするということではなくて、こういう国会での答弁も含めて随時ご説明をしてまいりたいというふうに思います。田橋君。委員長。田橋君。総理が総理になられてからぶら下がりにも応じない、で記者会見もろくにならさない、ろくになさらない、で何よりも消費税の引き上げという国民に負担をお願いするものに関して当然国民から見れば 10% という話は今まで出てなかったわけですよ。それが急に今出てきたというのが普通の国民の感覚ですから、やはりきちんとご説明になるべきではないですか。それではまず第一に総理が近々きちんと記者会見を開いて国民の皆様方に記者さんたちを通じて説明することを強く私は一国会議員としても一国民としても求めます。その上でこの 10% に引き上げる消費税というのは何のために引き上げるんでしょうか。一番簡単な質問をすると、今ある赤字国債の発行、これを返すためなのか、それとも社会保障等のためなのか、そこをお答えください。総理。野田内閣総理大臣。まず記者会見云々でありますけれども、頻度は決めていませんが、なるべく記者会見はしっかりやっていくということは申し上げておりますので、その必要に応じてやるときにはご質問があればお答えをしていきたいというふうに思いますし、それ以外のこういう国会質疑でお尋ねがあればこれは積極的に答弁をしてお答えをしていきますが、その上でこれ消費税の引き上げの目的でありますけれども、これは社会保障を充実をさせ持続可能なものにしていくために裏付けとなる安定財源としてまさに消費税が必要であるという一つ、それから財政健全化を同時達成するということ、こういう目的のもとに税と社会保障の一体改革の議論が行われてきて、そういう結果でこの成案がまとまったということであります。委員長。田橋君。ではですね、前半の部分だけでもお聞きしますが、消費税は 10% に上げればこれまで民主党がマニフェスト等で約束してきたもの、あるいは総理が税と社会保障の一体改革に書いてあるとおっしゃいますが、そこで書いてあるものは実現できるわけですね。どうぞ総理。安住財務大臣。プライマリーバランスの話をなさってるんではないかなと思いますが、2015年で、仮にですね、消費税が 10% になったとすれば、プライマリーバランスの半減という目標についてはおおむね達成できるのではないかというふうに思っています。そういう点から言えば2020年に向かっての一律化を築くという認識に立っているということでございます。委員長。田橋君。すいません、財務大臣、質問が違います。プライマリーバランスの話を聞いているわけではございません。社会保障を維持するためとおっしゃいましたので、 10% に上げれば税と社会保障の一体改革、あるいは民主党のマニフェストにある社会保障は守れるんですかと総理に伺ったんです。総理、もし総理がご答弁できるようでしたらお答えください。古川総理であれば古川総理で結構です。古川元久社会保障税一体改革担当大臣。担当大臣でありましたのでお答えさせていただきます。一体改革成案ではですね、社会保障の充実と重点化効率化を合わせて行うことによりその機能強化を図ることとしておりますが、そこにですね、マニフェストで掲げられている施策のすべてが、盛り込まれているわけではございません。しかしこの一体改革成案で、盛り込まれたことを実現をするためにですね、それを裏付けになる財源として、消費税の2010年代半ばまでの 10% まで引き上げをお願いをさせていただきたいと、そのように考えているところでございます。田橋君。
残念ながら誠意ある答弁が返ってこないようでして、いわゆる官僚答弁の棒読みが多いんです。これ以上同じ質問してもしょうがないかもしれませんので、では逆に総理にお伺いしますが、この消費税 10% 引き上げ法案を年度内に国会に提出すると、当然政府与党ですから民主党内与党内の手続きはもう終わってるんですね。これは両院議員総会で決まったんですか、常任幹事会で決まったんですか。総理、安住財務大臣。政府の税調会長ですから、申し上げますと、閣議決定をしているわけではございませんが、閣議で報告をして6月の末に税と社会保障の一体改革ということで案を出しました。これを具体的に肉付けをしていく作業というのは今月から始まっております。そしてそれをもとに年度末に、今年中にですね、この税制大綱という形でですね、税と社会保障の改革案のをまとめて、それに基づいて年度内、つまり来年の3月までの間の中で法案を提出するという段取りになるということですから、何か党内でその両院議員総会を開いたとか常任幹事会をやったとかそういうことではございません。これから党税調、政府税調を挙げてやっていって、決定に向かっていくということでございます。委員長、田中君。総理、別に細かい質問いたしませんので聞いていただけますか。今安住財務大臣の話ですと、与党内ではまだ手続きが済んでないと、つまり与党内で閣議報告であって閣議了解でもないし、まして与党内では両院議員総会も常任幹事会でも通していないと。しかし与党の中すらまとまっていないものを国際公約として法案として出すと言ってよろしいんでしょうか。私も非常に心配するのは、これは総理がおっしゃった言葉が鳩山さんのトラストミーとダブるんですが、それはまず国内で、まして国民にきちんと説明した上で、与党も野党もきちんと説明した上で、ある程度メドが立ってから国際的におっしゃるべきではなかったんですか。総理、お願いいたします。野田内閣総理大臣。与党内でですね、この社会保障改革について、そしてこの税の議論については、たくさんの時間を取って議論をしてまいりました。そして政府内でも議論をしてまいりました。最終的には政府与党の社会保障の検討改革の本部というのがあります。でこれは党の主だった役員の皆さんと、そして政府の関係する閣僚によって、そこで最終決定をしているということでございますので、党が全く無関係で決めたというわけではなくて、全議員参加の議論を経ながら最終的には政府与党の検討本部で決めて、でそれをもって閣議に報告をし、それは連立与党でございますので、国民新党にもご了解をいただきながら各党と協議することについてはご理解をいただいて、そして今日至っているということでございます。委員長、田中君。おっしゃることがすごくブレるんですが、要は民主党としてこの法案を年度内、来年の3月までに消費税引上げ法案を出すことをもう了解してるんですか、してないんですか。民主党の党首である総理にお答えをいただきたいと思います。野田内閣総理大臣。今申し上げたように、その6月の成案については党も議論をしながら関わってきて、そして政府与党で決めたわけであります。でその具体化をすることについて、まさにこれからの作業でございますが、これまた党を挙げて議論をしながら意思統一をしていきたいというふうに思います。成案を基礎に具体化をしていくということでございます。田中君。おっしゃることが正直言って私の理解能力が多分低いんでしょう、分かりません。総理は結局民主党内をまとめてこれをそのカンヌでおっしゃったのか、それとも民主党内をまとめきれてないのか、そこはごまかす、先ほど総理がごまかすとおっしゃったんで、そこは曖昧にするわけですね。分かりました。先ほどの野田、自民党の野田武志議員の質問にもございましたが、また今の総理のご答弁でも、社会保障を安定させるために今回消費税を引き上げるという話ですが、ではまさに社会保障と税の一体改革になる、例えば民主党のマニフェストにあった最低年金7万円は税であると、これはこの同じ来年の3月に法案が出て同じようにできるんですね。総理大臣である方にお答えいただければと思います。古川元久担当大臣。
お答えいたします。民主党のですね、がマニフェストで約束をいたしました年金の一元化のですね、改革案につきましては、この6月にまとめる成案の議論の中でもですね、これは党内で